Thank you.
礼、遅くなりました。大丈夫よ、これで全員揃ったわね。それじゃあひとまず私から話をさせてもらおうかしら。私たちの目標はテロフォロイの陰謀を阻止すること。それにつながる情報が得られそうな手段として現状2つの調査があるの。1つ目、これはみんなも知ってるシャーレアンの異変、哲学者議会が不可解な動きをしているって件ね。あの議会は国民から選ばれた99人の議員からなるんだけど、それだけいれば外交についての考え方も当然いろいろあるわ。例えばライブラリアンと呼ばれる一派は歴史の記録者に徹することを重要視して徹底的な不干渉を進めている。一方で他国との協力に前向きな議員もいるわ。ルイゾワ様やうちのガラフおじいちゃんに近い考え方ね。ただ今回エオルゼアからの要請を断った件については派閥も主張も関係なくみんな協力できないの一点張り。気になったのはその中に今は他にすべきことがあるという口ぶりの人が少なからずいたことよ。グリダニアで聞いた古篠さんの言葉もそうだった。まるで終末ってものを理解した上で別の行動を選んでいるかのような。そこを私だけじゃなくみんなの力を借りて調べたい。それが一つ目の調査ね。二つ目はつい先日バルデシオン委員会に届いたある依頼に関する話なの。そもそもうちは世界各地にある未解明なものを研究する組織よ。異物や遺構、魔法なんかをね。だからこそ排他的になりがちなシャーレアンの組織の中でも外とのつながりが特に強い。各地に共同研究者や協力者がいるの。今回連絡をくれたのはサベネア島に住む錬金術師のニッターナ。どうやらあちらにも塔が出現して異形の蛮神が呼び出されているみたいなの。サベネア島を領有するラザハン、その長にあたる大主の指示のもと錬金術師たちが塔の攻略法を探しているそうよ。彼の地の錬金術といえば非常に古い歴史を持ち、ウルダハ式とは異なる体系を有している。塔についてエオルゼアや東方にはなかった見識も、あるいは得ているやもしれません。実際何か方策があるみたい。その研究のためにできるだけ戦闘に長けた光の加護を持つ人を紹介してほしいという依頼だったわ。となると手分けをするとしたら、あなたにはサベネア島へ行ってもらうべきかしら。終末に関わることだからシャーレアンの調査にも加わってほしいところだけれど。そうなのよね、忙しくさせちゃって申し訳ないけれど、あなたにはどちらにも手を貸してもらえると嬉しいわ。順番はお任せするから。ありがとう。それじゃあ他のみんなの割り当てを決めておくわね。シャーレアンの調査については
引き続き私が。それから剣人院を持っている人の協力が欲しいの。閲覧できる資料を増やしたいということね。いいわ、私が協力する。そういうことなら俺も。調べ物ならそれなりに力になれそうだしな。よければ私とアリゼもそちらに加えてもらえないだろうか。お父様や哲学者議会が何を考えてるのか少しでも知りたいの。もちろんよ、ぜひ二人の力を貸して。なら残りのメンツでサベネア島の様子を見てくるとするか。お前もそれで構わないか。ああ、サベネア島なら帝国に潜入した時に経由したからな。案内できるほどじゃないが多少は土地勘がある。そいつは頼もしい。ならこっちは俺とお前、それにウリエンジェで決まりだな。じゃあ依頼の詳細をまとめたものをこの後サンクレットさんに渡すわね。それぞれの調査が終わったらまたこのメインホールに集合しましょう。お互いに収穫があることを願ってるわ。